はい、トールのアニメ感想置き場です。夕刻のモリアーティの7話の話をしてみたいと思いますので、よろしくお願いします。はい。えまあ、前回のノアティック号事件の続きっていうところで見てきましたが、まあ、ウィリアムが 描いているですね。まあ、革命のための、まあ、犯罪劇っていうところなんですが、今回、まあ、それがどういったものかっていうところが示されたってね、なかなかこう、大事な回やったのと思いますね。で、もちろんこうね、やはり、ホームズでしたね。シャーロック・ホームズとの因縁が生まれたというところですね。えー、こう、これでまあ、舞台がすべて、え、整ったという感じがしましたね。はい。えー、次回以降が楽しみだなという感じです。 はい、えー。そんなわけでですね、まあ、本編の話をしていきたいと思います、えー。皆さんのね、感想とかね、考察とかも教えていただけたらと思いますが、えーまあ、ネタバレコメントに関してはね、えー、ご遠慮いただければと思います。はいえー、ストーリーとしては、えー、前回ね、えー、ウィリアムがそのロンドンのね、街を舞台に犯罪のね、劇場化を行うって言っていて、まあ、そのためのね、えー、一番最初のいけにえがですね、今回ね、うん、エンダース白爵やったっていうところですね。はい。えー、で、まあ、その、 前回、まあ、シしをに、ね、見つかってね、あたふたしていたね、えー、ところやったんですが、まあ、それの、まあ、後、後始末を手伝うっていうところね、まあまあ、なんていうかこう、協力者的なね、風、えー、に見せかけてですね、自分の舞台のための準備をしていたっていうところでね、えー、なかなか良かったなというふうに思いました。 え全部見てからのね、えー、感想としてはですね。えー、まあやっぱりね、シャーロック・ホームズやったなっていうところで、まあ、今後のね、障害になりそうな感じがしなくはないですね。えー、キャラクターもなかなかいい感じでしたね。 で、まあ予想以上にね、犯罪劇でしたね。もう文字通り犯罪劇っていうところで、えー、これはこう、ウィリアムが、まあ描いたシナリオがすごくね、上手だったっていうところですね。はい。えー、殺したのに殺せていないから今度は殺さないとっていう、そういう状況を作り出した。ね。えー、まあ余裕もなくしてね、精神的にも追い詰めて余裕もなくしてしまったっていうね、そういうところですね。えー、生地こう、ウィリアムが手を出してですね、 あの、一回ちょっと安心だってね、思わせてしまったところがね、余計ゾッとする感じなんですよね。<laughs> まあ、まあね、このね、ブレンジさんもね、次の日ね、平然とした顔でね、バレエ楽しんでるんでね、まあ、この方のね、性格も大概やと思うんですが、まあ、あの、人間狩りをね、えー、今までしてたっていうところで、えーね、安心していたところをひっくり返して動揺させる、ね。なかなかいい演出だったなというふうに思いましたね。 はい。え、シナリオとしてもね、アニメのシナリオとしても非常によくまとまっているのと、え、あと、ま、アニメのね、映像化した時のね、え、印象ですよね。え、これをかなり意識して作られていたなというふうに思いましたね。え、いい演出でしたね。はい。えー、そんなわけでね、この演出の部分もあってすごくね、ケレン味が効いてるんですよ。はったりがね、効いてるというか、あの、細かい部分とかはね、あると思うんですね。なんかこう、結構、その、 ウィリアムがモリアーティですじゃなくて、あの、でしょ。 フルネーム言っちゃってるんでね。うん。だから、こう、捕まった場合、白尺が、その、モリアティのことを言う可能性とかもあったりだとか、ね、うまくこう逃げてくれない可能性とかのね、えー、ラインとかもあったりとか、まあ劇場もね、えー、気づかずにね、まんまとこうね、えー、バレーの最中にですね、殺人劇をやってしまうところね。はい。えー、まあ、白尺のね、セリフとかもですね、えー、まあ、うまい具合にこうやっていたんですけど、 まあ、ある意味、こう、出来すぎ的なね、えー、シナリオで今なってるんですが、それが、まあ確かにね、そうなりそうだっていうような、はったりがね、ちゃんと効いてるわけですよね。あの、まあ言ったら、こう、劇場のね、えー、舞台の上での白尺のセリフを誘導するように、アルバート兄さんは控えていたし、 で、状況が状況になった場合ね、えー、殺してしまうようにね、銃を構えてイタリアとかですね。えー、まあ、動線をしっかり作っていたところも、えー、よく分かっていますからね。えー、このあたりは、えー、ありかなというふうに思いました。自分はこうね、えー、ウィリアム、まあ、モリアーティーメンみたいなことを言われるけど、アルバート兄さんは普通にこうずっとくつろいでいたからね、アリバイがありますよ的なね、えー。そういう流れでケアするのかと思ったんですけど、結構ウィリアムはね、堂々とやりきってる感じですよね。 え個人的に今回ルイスのことをあまりこう意識してなかったんですけど、船に乗ってなかったんでしょうかね。またね、見てた方はね、教えていただければというふうに思います。そんなわけでね、はったりがね、効いてるんでね、そんなにこう、出来すぎた演出は、 その気にならないというか、あの、あ、ウィリアムがちゃんと動線を作っておいたんやなっていうところでね。えー、で、それにしても出来すぎなところにね、関してもですね、アニメとしての演出としてね、すごいね、良さを感じているんでね、えー、そこに引っかかり覚えのあたりではね、すごい良かった。えーまあ、特にね、頼もしい仲間がすごく頼もしいんでね、えー、おそらくあらゆるこうね、アドレブにね、うん、対応してくれそうな感じがしていましたね。 はい。えー、ただ、自分的にはね、ちょっと気になったのは、ウィリアムのね、美意識ってね、どこにあるんやろうっていうふうには思いました。あの、もともとこう、善悪を問うものじゃなくて、悪は悪なので、ウィリアムはね。えー、じゃあ、ウィリアムの望む世界はね、何らかの指針がないとダメなわけですよ。 ただ混乱をもたらすだけではなくて、どこに美意識があるんだろうっていうところを見つめることは結構大事だと思って、そういう点においては今回は注目すべき部分があったんじゃないかなと思ったので、また後でね、触れてみたいなっていうふうに思いました。はい。えー、でですね、あのね、こう、自分に知識とね、歴史観がないところも結構歯がゆいんですよね。 うんあの旗が写っているシーンもある意味こう意味があると思うわけですよ。ねはいえーま、単純な意味 としてはね、まあつまりこれが象徴なんですけど、イギリスのね、ロンドンの街をね、えー、貴族階級をね、えー、ひっくり返す、突き落とす的なね、意味としてもそうなんですけど、まあ別の意味合いもね、ありそうな気はするんですよね。もし歴史観とか、その国の文化とかが分かってる人はですね、あ、これこういう、えー、演出だよなってね。 例えば、ホームズが、その、バレエの、あの、ポスターを見てるシーンとかが、え、あったんですけどね。まあ、このあたりのね、意味合いとかも、深掘りしてね、知れる人はね、知れるんやろうな、っていうふうにね、え、思ったりやとかね。うん。他にも、要は、今の感覚で言うと、こう、ホームズが見せたのね、死亡推定時刻を割り出すみたいなね、描写が、え、この時代は本当に全然なかったのかなってね、さすがになんか死体が冷たくなってたら、 こう、違和感にね、あのー、調べた人は違和感に気づくんじゃないかなって思ったりはするんですけど、だから、このじあたりのこう、なんていうんですかね、えー、時代感や歴史感的なところがね、わ、えー、からないんで、そのあたりがね、埋めにくいっていうところなんでね、ぜひね、あの、詳しい方はね、教えていただければと思いますね。えー、あと、まあ、こういう部分に関しては原作のね、漫画とかを読むと、ある程度こう、あの、つながる部分とか、その、想像できる部分とか、説明が入ってる部分とかもあると思うんで、えー、こういったものをで、 するのも全然ありかなといいう,うに思いました。もちろんアニメと漫画では違う作品やと思うんですがなんかこの辺りの歴史観っていうのを埋めるための材料としてはちょうどいいのかなと思いましたねちょっとまたリンク見つかったら貼っとこうかなと思うんですがそんな感じのことを思いました いやー、ちょっとね、イギリスの歴史勉強した方がいいですかねどうなんですかねはい。で、まあ、次回、あの、ホームズにスポットが当たるっていう回かなというふうに思いましたね。はい。いやー、まあ、なかなか今回もね、楽しませてもらったのと、やっぱりこう、アニメとしてのね、うん、あの、ッタリーというかね、アニメとしての映像化してのね、良さというかね、豪華さっていうのを感じれたのでね、やっぱりこう、アニメとして面白いし、シナリオをね、しっかりしてるなっていうふうに思いましたね。うん。だから、 トリックがすごい奇抜とか、なんか、そういうことではないところでね、えー、面白いと思いましたね。まあまあ、次回ね、どうなっていくのかはわからないですね。えー、いや、なかなか良かったと思いますね。えー、部分的なところちょっとね、見ていきたいと思うんですが、えー、まあ、ブリッツ伯爵ね、えー、どうやったんだろうね、エル,エルダーでしたっけえー、っと。 え、エンダースかエンダースね。ブリッツ伯爵が、えー、どういうことになったのか、殺人事件どうやったっていうことなんですが、えー、まあ、基本的には演出すごくよくわかりましたね、えー。ブリッツ伯爵がやっていたことと言っていたことが全部跳ね返ってくるっていう、そういう、えー、劇場でしたね。だからこの、この作品の、この世界の中での劇としても、その舞台の上で殺す殺人劇っていうところでも絵になってるんですけど、えー この、モリアーティの作品を見てる、こう、我々視聴者的にもとても絵になっているわけですよね。えー、振る舞いが全部帰ってくる描写っていうところで。 はい。えー、マストにしがみついてるところもね、なんかすごく貴族階級感をね、えー、思わせますよね。うん。その高い位置からみんなを見下ろすってね。えー、そういった状況、ところからですね、落とすってね。あの、マストにしがみつくところまではね、やっぱ演出としては多分ね、この辺はね、過剰やと思うんですけど、ここが、ケレン味が効いてるから嫌にならないんですよね。 うん、高いところにしがみついてね、えー、落ちないようにね、あがいてるってね、と、とても醜い存在って言っていたのに、自分がとてもね、醜くあがいてる様子ね、えー。こういったところですね。えー、最後ね、そこから落ちてね、海に落ちるっていうのもね、ものすごくね、あの、皮肉が効いてる感じですよね。 はい、えー。ノアの白梅のことをね、言っていましたからね。えー、私だけはね、えー、まあ、船、骨をね、折れることはないっていう、そういうことなんですけど、落とされたっていうところですね。はい。えー、船の外にね、えー、放り出されたところがね、ポイントですね。うん、なかなか良かったと思いますね。 で、えー、逃げる時にね、追いかけられる様子とかですね、銃で狙われる様子なんかは自身の行っていた仮の表現からね、えー、これも跳ね返ってきたところですね。えー、だから本当にね、あのー、アニメ視聴としてすごく絵になる、ね、ものを描いてくれたのは良かったと思いますね。いや、このあたりはね、うん、演出が上手いですね。シナリオも上手なんですけど、えー、そんな感じのことを思いました。ね、えー、そしてまあ、その、今回は自分は前回やっぱ気になっていたわけですよね。うん、完全懲悪とは違う そういうこととをししよようとしてるんだよっていうところなんですけど今回はやはり和、えー、悪まあ言ったら「ブリッツ伯爵の悪事がばれた」っていうところでね、えー、よりはですねそういう貴族がいるっていう狂気ですよね、えー、それからまあ貴族他のね、えー、こういった狂気が周りにも影響を及ぼす可能性が全然あるよっていうところで、えー、全体的なこう狂気になっているわけですよね。 はい、えー。そういう、まあ、ロンドンのね、街の言ったらこうね、えー、犯罪劇、死と死というね、えー、スパイスを持ってお送りする犯罪劇の、まあ、助手としては非常に良い,いものになったんじゃないかなと。いや、悪いんやけど、悪いんやけど、良い,いものになったんじゃないかなと。えー、いうふうに思いましたね。はい、えー。皆さんのね、感想とかも教えていただければと思いますね。はい、えー。で、自分がやっぱちょっと思ったのは、ウィリアムのね、傲慢さをね、演出してるんですよね、これね。 まああのね、教会の、まあね、すでにね、2話の終わりに見せてたんですけどね。 まあ、教会のね、前でね、貴族をぶっ殺せってね、ね、子供たちに言わせてる時点ですね。もう相当のね、<laughs> うん、相当の、まあ、権力の象徴ですからね、あの、教会もね、ある意味ね。うん、相当の、なんていうか、こう、傲慢さというかね、純粋な悪じゃないんですけどね、器のでかい悪的なものに、ね、見えていたんですけど、じゃあ今回はね、どうやったかっていうと、えー、今回見せた犯罪劇っていうのは、言ったらこう、ウィリアムが完全にプロデュースした作品なわけですよね。 はい、で、それがどういう社会的な影響を及ぼすかっていうところを考えると、やはりこうね、秩序の破壊的な方向性ではなされているものではあるんですよね。はい、で、まあ、悪人が捕まったっていう単純な、ね、ものにはならなかったで、まさに殺人劇っていうところですね。はい。えー、まあ、人によってはこう公開処刑的なね、いろんな意味で公開処刑だったんですけど、えー、そういったところになったかなというふうに思いました。ただ、自分がやっぱりね、抑えとくべきやと思うのはここですね。 これがバレエの上映中に行われたっていうところなんですよ。うん、で、これはね、あのー、殺人、まあ、犯罪劇を、その人々のね、心にぐさっと突き刺すためには、 とてもいい演出ですよね。まあ、BGM があって舞台にスポットが当たっていて、みんなが舞台に注目している場面においての殺人劇ですよね。まさにリアルタイムで殺人が行われている様子が見えるっていうところの臨場感はね、素晴らしかったんですけど、ただしここ一つね、あのー、押さえておくべきは、バレエの上映中なんですよ。で、ウ、え、ィ、ー、リアムの、ね、美意識の、えー、が見られるシーンがですね、前回あったんですよね。えー、つまりですね、えー、汚れた そんまあ、汚れた魂汚れた人間でしたっけ、えー、言ったらこうね、えー、今回のね、生け人になったおじさんはですね、非常に悪いは、まあ、犯罪者やって、えー、まあそういったね、汚れた人間を汚れた魂を、だったかな。えー、もう今回の生け人させてもらう的なことを言っていたんですね。はい。えー、つまり、美衆の、美衆で語ってるんですよね。えー、この人間についてはね。 はい。えー、そして、まあ、別に貴族ではないんですね。えー、犯罪者っていうところで語ってはいたんですけど、えー、じゃあ今回、その、ウィリアムがやったことバレエの上映中にあったっていうのは、つまり一つの芸術に対して泥を塗ったわけなんですよ。これってね。ね泥をぬこ塗ったことの意味とか意義とかはめっちゃあったと思うんですけど、それでも、えー、今回、その、前回、まあ1、第一幕において、えー、ウィリアムもですね、黄金比の話をしていましたよね。 あの階段のね螺旋、えー、階段が黄金比で作られているのかっていうところでで数学者であったりするわけですよね、うん、だから完成された芸術的なものに対する敬意を払えるか払えないかっていうのは結構大事なポイントで、えー、これがこう その単純な破壊と混乱ではなく、ウィリアムはウィリアムなりに何かの指針を持って社会を混乱させているってね。えー、つまり、その秩序を破壊はしてるんやけど、えー、その方向性のうちにおいてはある程度の秩序は必要だと思うんですね。指針が必要だと思うんですよ。うん、フランス革命だって何らかの指針が、その指針が正しいものやったかわからないんだけど、えー、にしてもみんながね、えー、その何か指針を持って、えー 反乱を、えー、革命をね成し遂げたわけですからね。えー、ここ大事なわけで、えー、つまり今回バレーっていう芸術に敬意を払えたのかっていうと、今回はねウィリアムね払えなかったっていうことになると僕は思っています。はい、えー、これね、えー、人それぞれだとね、えー、思うんですよね。はい、えー、そこここにはつまり傲慢さがね見えると思うんですよ。 あのー、つまり、自分の持っている犯罪劇の方が、このバレエの第二幕の上位より価値があると思っていたわけですからね。はい。えー、その、ここは結構ね、大事なポイントだとね、僕は勝手に思っていて多分、えー、何も気にしない人は全然気にしないポイントやとは思うんですが、ただやっぱりこう、善悪がね、問えない、 部分がね、ある以上ね、やっぱり、まあ、ウィリアムの美意識に関しては注目していきたいなと、えー、そんな感じのことを思いましたね。はい。えー、まここまあ、ここまあ,あのー、注目して見ていった方が自分は面白いんじゃないかなというふうに思ったんですが、いかがでしょうか。えー、そんなわけで、ね、今回は、ね、やはり、2話から書かれているようにね、ウィリアムの傲慢さっていうところとね、えー、じゃあこの人の、ね、美意識は、ね、どこにあるんだろうっていうところが、ちょっとね、気になる部分じゃないかなというふうに思いましたね。はい。 えー、この辺またね、深掘りされていくと嬉しいですよね。えー、次ですね、えー、シャーロック・ホームズについてもちょっと、えー、見ておこうと思うんですが、まあ言ってホームズに関しては、まあ次回以降ね、話がね、深掘りされていくっていうことなんですが、いや、結構戦いましたね。<laughs> えー、この人結構強いですよ。<laughs> あの、オールマイティーに何でもできるっぽい感じしますね。はい。 で、医学知識のに関してもね、すごく豊富やっていうところで、えー、よかったですね。はい。えー、ただ、まあ、この点においては、僕側にも知識が必要だなっていうふうに思いましたので、えー、ちょっとね、いろいろね、教えていただける方、詳しい方はね、教えていただけると、えー、嬉しいかなっていうふうに思いましたうん。終わってからね、またね、原作をチェックすればいろいろわかる気もするんですよね。このあたりちょっとね、知識をね、何かでね、保管したいなって思っている自分がいますね。 で、やっぱりね、正義感じゃないんですよね、ここもね、ホームズね。はい、えー、好奇心、謎を解きたいという好奇心が、えー、かなり優先されてるっていうところで、いや、うん、根っからのホームズというか、まあ、探偵やな、そんな感じのことを思いました。えー、好奇心がね、買っちゃうわけですよね、えー。で、まあ、次回にね、どういう人物かっていうのの深掘りがあるのかなっていうふうに、えー、思いましたので、楽しみにしていきたいと思いますね。 はい、えー。今回はね、だいたいこんな感じですね。ま <laughs> あ言って、だらだらと思ったことをね、喋ってきただけになるんですけど、えー、やっぱりこうね、えー、殺したと見せかけて、えー、生きていたと見せかけて、またね、再びね、殺人させるようなね、えー、動機づけを作って、それをみんなの前に見せるっていうね、かなり綺麗なシナリオなんですよね。えー、そして、それからね、逃げる様子が、まさに自分のやっていた人間狩りのね、いや跳ね返ってきた。そして最後に高いところから落ちて、えー、海の中に落ちて死ぬっていうね。 いや、絵的に綺麗やなと、そんな感じのことを、えー、思いましたので、えー、またね、皆さんのね、感想なども教えていただけると、えー、幸いだと思います、えー。またね、次回もね、ちょっとね、追っていこうかなというふうに思います。まあ個別の動画をね、出すかわからないんですが、えー、毎週のね、アニメでね、追っていきたいなというふうに思っていますので、えー、またね、次回ね、ご視聴いただければと思います、えー。ご視聴ありがとうございました。また次回ありましたらよろしくお願いします。